私はお母さんとは違ってちゃんと誰かを愛して生きていきたいの。待って、私の話を聞いて。私の人生は全て母が決めている。先生。あ、水原くん。家庭教師が教え子にキスされちゃったって事件ね。本当に先生に恋してたんだ。信じられないわ。どうしてあんな人にまた会いに行ったの。とにかく二度と会うんじゃないわよ。こんな気持ちいいことする前にもっとしたいことあったの。それ今頃分かった。何がしたかったわけ？